ファイナルファンタジー13実況プレイ、実況者は DLDAL と申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。パート111です、よろしくお願いします。今回はパート88でいただいたコメントですね。だいぶここら辺のコメントテンションが飛んでたんで、ちょっと見返してきました。3週間前ぐらいになるんですけど、コメントありがとうございました。ゆっちだんさんからのコメントです。ここまで見てきた回があった、いつも面白いです。 PC 開いてすぐ見る動画がダルさんの動画です。わら、これからも頑張ってくださいというコメントいただきました。で、その下にですね、ゆっちさんだどうもですっていうコメントが来てて、おっと思って覗いてみたら、ゆっちさんもう実況者さんみたいで、なんかアカウントが3つありましたね。絵描いてるアカウントと実況アカウントと、あとゆっくりの顔もあったんで、もしかしたらゆっくりもされてるのかなっていう感じで、もしかしたらなんですけど、ゆっくりは分かんないですけど、確認してこなかったんで、実況者さんのようなので、パート88にねリンクがありますんで、皆さんもぜひ覗いてみてはいかがでしょうか。ドラゴンクエストモンスターズの実況されてましたね。はい、コメントありがとうございました。これからも頑張りますのでよろしくお願いします。というか、お互い頑張りましょうですね。頑張りましょう、楽しんでいきましょうかな。バニアがなんか座ってる、疲れたか。さて、では今回はですね、まずはクリスタリウムか。もう完走するんだろうな。行きまーす。もう溜まりに溜まってて、あ、完走ですね。お疲れ様でした。全部行ってないとこがある。これ探すのめんどくさいから裏でやるか、さすがに。ここだけですね。あ、じゃあもうこれなんか頑張るか。多分ね、後ろに戻ってけば正解だと思う。探しまーす。あった、あったんじゃね。あれ1つじゃない、2つあった。え、めっちゃある。OK じゃない、魔法攻撃がまだある。どこ、これ探すのが一番時間かかるんだよな。あった、ナイス。もう後ろに戻ってけば正解だよね。ある。オッケー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 じゃない。もう一つある。物理攻撃がある。一番遠いじゃん。これ一番時間かかるやつだよ。ここか？ここか？こうか？こうか？こうか？戻るのが難しい。こうか？こうか？こう。こう、こうだな。後ろの効果スタートすると丸ボタンで一気にね、クリアしてないところまで飛んでくれるんですけど。おー、カンストしましたね。カウンターストップ。本当に平均的なんですね、ライトさんは。もうどっちも行きますよ、みたいな。さすがですね。じゃあ、ディフェンダーを、マックスにしてあげて。はい、お疲れ様でした。全部 OK、全 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 OK。全 OK、全 OK ですね。はい、バニラ完走。そしてファングさんがか、 OK、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  あと1つ。おお、バニラさん強いな。やっぱ物理攻撃が半端ないんですけど、魔法攻撃も2000超えてますからね。恐ろしいお方や、本当に。オッケー、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 あと、ここだけ。はい、お疲れ様でした、サッチさん、カンスト。オッケー、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 オッケーですね。これで最後ですね。はい、スノーもカンスト、ヒットポイント3万ってすげえな。さすがに硬いですね。さあ。そして、OK ですね。OK です。1個ある。あ、いや、てか、これが最後なのか。ラスト。クリスタリウム。全員フルカンストですかね、これでね。ほえ、フルカンスト。トロフィーを獲得。全能のダイヤモンドですね。やったー。全カンストいたしました。お疲れ様でした、クリスタリウム上げ。お疲れ様でした、自分に対する言葉か。まあ全然疲れてもないですね。あっさりでした。超簡単でした。さあ、今回はこちら、紫の読めない神女対立の相当ランク A のミッションですね。やっていきたいと思います。では行きましょうか。
メンツはね、この感じでいきましょう。あれだね、あの飛んでるやつだね。ここなんかファルシーいたよね、そういえば。おお、倒してないやつがいる。ちょっといいっすか、倒してみて。全く別のあれになっちゃいますけど、ケルベロスに変えて。こいつら確か最初やべえやべえっつって全然倒せなかったやつらですよね。さてさて、どんなもんになってるかな。あ、強え。舐めれないこれは。でもとりあえず、フューリアスに変更してオロボン倒せな、強引に。あーははコード止められた。あーわかったくそ、全然動きを止められて何もできなかった。でも終わったかな。意外と強いな、まだ意外と強いですね。ゴリ押せない、恨むなよ。うわー強い。いやー、この状態でここまで押し切れないんだから、あの時よく戦ってたねこいつだとね。ここら辺のトレジャー取れなかった意味もなんとなくわかるというか。マジか、思った以上に硬かったですよね今ね。おお、すげえ水きれい。影モッド以上だね、やっぱり FF はすげえ。おお、すげえなー。FF はこの自然描写も異常ですよね、本当にね。鬼のような自然描写してくるからな、本当。よーし、バトルだ。戦闘開始、いけー。まずは、あー、結構硬いな。フューリアスに引っ越して、3まとめして、いくぞ。撃てよし。あ、なんかあれされてんのか、呼ばれてんのか。これやばいな、これ永遠に時間かかるやつだな、まずい。うまいことあれしないと。むさぼる。あー、マジでやられた。とりあえず倒して、 OKOK と。よし、フェニックス、ここでレイズで、バニラ。一旦回復を混ぜて、おお、じゃあ強化してジルトニアと戦っていきましょう。弱点は避難で了解。助かってやるよ、助かって。今むさぼられた。おお、オッケー。ガッチとか必要なさそうな気するけど、まあ一応つけていくか、一応な。さあ、いまだにガッチとかの効能は知らないわ。じゃあ行きますね、戦闘しましょう。まあ何かがちょっとブレイク値が若干上がったりとかってことなんでしょう、きっとね。あ、ヘイストが切られてんのか、いつの間に。あれか、竜の息吹かなんかかな。先に OK、 ナイス。ここでケルベロスに変更して、1回打った後にフューリアスで全員1回攻撃だー。しゃー、よっしゃー、勝ったー。あ、これイージーモードにした。バーキャロなー、気づかんかったー、またやっちゃったー。うわー、申し訳ない。ちょ、もう次こそはだな、次こそは。もう同じミスは3度同じ鉄は踏んじゃいかんな、ごめんなさい本当に。イージーモードとかアホか、本当に。あー、やらかしましたね。次のミッションはですね、イージーモードちゃんと切りましょう。あ、じゃあもうこの時点で切っちゃって、亀狩りはもうしないことにしようか。そしたらもういいよな、ノーマルに戻そう。 OK、 この時点で戻しちゃおう。これでもうミスはないでしょう、大変申し訳ありませんでした。
よかった、まだわりかし楽な敵でよかったですね。よし、じゃあ今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。では次のミッションで、次のパートでまたお会いしましょう。